お、やば。お、やば。神秘的な場所だったな。はい、どうもこんにちは。モンチャンネルのデカモンチです。さて、2024年シビを復活しましたということでね、半年ぶりぐらいにシビを乗っております。いや、シビを久しぶりだね去年の乗り納めが雨の中日帰り温泉行ったっていう、あの日以来乗ってないですからね。はい、というわけで今回は、久しぶりに海沿い走ってこようかなと思っております。ちょっとね、こんなどんより曇っておりますけど、海沿い行ってみたいと思います。で、今回なんで海沿いにしたかっていうと、この前、兄弟3人でちょっと出かけた時があったんですよね。その時に群馬帝国に住むね、ゲーチンが海行きて海行きてって言うから、海沿いをねドライブしたんですけど、久しぶりに海沿いとか走るとやっぱなんかいいっすよね、海沿いということで、ちょっと今回はね海沿いにしてみたんですよね。今回も楽しく安全に行っていきたいと思います。いや、いいね。国道通だとまっすぐな道が多いから、やっぱり山沿いの方がいいなって思って、去年は結構山沿い走ってたんですけどね。今日はねスタートも遅かったから、近場の海っすね。そうそうそう、でこっちですな。よいしょ。いや、開けすぎでしょここ。久しぶりに来たけどこっち開けてるね。いいね。ああ、この辺の桜は葉桜ですな。この辺も満開になれば結構綺麗そうだな。いい感じいい感じ。フェスティバル会場なんだ。花か、花だな、花ね。ああ、トイレ行きたい、トイレ行きたい。ああ、トイレ行きたいよ。おお、なるほど、チューリップフェス、チューリップフェスティバルですか。ピュチューリップ、ピュチューリップ、ピュピュピュ。あ、結構いる、結構いますな。おわ、綺麗、おわ、綺麗。あ、こんな、あ、こんな、すげえじゃんこれ。お、やば、お、やば、やばくねこれ。綺麗、すげえ綺麗。あら、完全人んちだよね道端から見る分には問題ないでしょう。わあ、赤にピンクに黄色、すげえ綺麗だったな。いや、いい感じ。へえ、すごいすごい。春先いいね、色がカラフルだよ本当に。ほら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 、チューリップ。ああ、やっぱこの辺はあれだね、温泉があるからすごい塩、塩じゃねえや、あの硫黄の匂い。あ、いいいい、いいのか。今年もどっかでなんか日帰り温泉行きたいね。ソロ通のついでに風呂入ってきたいね。ただまだ時期的に風冷たいから、ちょっと湯冷めして風邪ひいちゃうといけないから、もうちょっと暖かくなってから行こうかなって思ってると、なんかあっという間に暑くなりそうですよね。いや、本当になんかここ最近感じるのが、なんか四季ってあるじゃないですか、春夏秋冬あるはずなのに、
なんか最近って春と秋なくないですか。ついこの前までうわクソ寒いって過ごしてたのに、なんか気づいたらもうなんかもう夏日だったりとか、だってもう来週ぐらいにはなんかもう25度ぐらいになる予報が出てるんですよね。なんか季節が両極端になってるなっていう印象があるんですよね最近。夏とかもすごいクソ暑い日が続いて秋がもう本当に短くてもうクソ寒いみたいな、なんかそんなイメージがあるんですよね。だから本当にねうっかりしてるともう来月とかすごい暑くなってそうですよね。おあーここ綺麗、あーここいいね、まだ桜バンバンじゃん、葉桜だけど。いい感じにランプがフェースカーになってくれてますな。はい、いや日が出てくるとあったかいね本当ね。もうねこっち側海なんですけどね、こっち側もうすでに海はあるんですけどね。またちょっと林で、あちょっと見えた、あちょっと見えたよ、ちょっと見えたよ、おー海だー海だー、いや久しぶりにいいねやっぱり海。向こうの方結構霞んじゃってるなー。あーしかもいい感じの青空まで出ちゃってます。いやーいい感じ、いい感じ、いいバイク始めにはいい日だね今日。ほんのりあったかいし風が心地いい感じ。でもね今絶賛トイレ行きたい、トイレ行きたい、トイレ行きたい、トイレ行きたい。確かこっちの先になんかあった気がすんだよな。持つかな。ちょっとこんな海でも見ながらごまかしておこうかな、ね、海でも見てごまかしておこうかな。あ、来た、ウェイウェイウェイ、トイレマーク発見。あ、そこね。はい、行きます。はい、入ります。トイレ行きてえだ、トイレね。あーすっきり、あーすっきり。もうちょい先まで行って折り返しますか。なんかまだ若干桜もいい感じなんで、帰りどっかなんかいいとこあったら桜もちょっと見て帰ろうかな。いや本当に気温が心地いいね。ここはなんか撮れんのこれ。おじいちゃん危ないよ、危ないよ、おじいちゃん危ないよ。山菜でも撮れんのか、今時期山菜だっけ、よくわかんないんだよな。あ、なんか白鳥がいる、めっちゃいい、へえ、あ、めっちゃ白鳥飛んでるやん。お、この時期白鳥、お、すげえな、お、すげえな、お、すげえな。もう帰んのかい、もう帰んのかい、よいしょ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 。
こマジでよかったな。いやー、なかなか綺麗な海を堪能してきました。いや、なんか1台ちょっとバイク止まってて、あ、どこにいるんだろうなと思って浜辺の方ちょっと歩いてったら絶賛ダーツ中でしたね。シングルバーナー使ってなんかラーメンなのかなんかやろうとしてましたね。いやー、持ってくればよかった。俺も今日そんな予定じゃなかったっすからね。はい、でここ来る途中に、お、なんだここってめちゃくちゃ良さそうな場所を発見したんで、ちょっとそこ寄ってからまあそのまま帰ろうかなと思います。いや、マジでね、あれは新発見でしたね。ちょっと通り過ぎないように、注意しながら走らないといけないですけど、はい、ここだ。もう着いちゃった。ここは何なんだ。これ桜だよね。お参りできるのかな。いや、ここはちょっと穴場というか結構いいね。なんか神秘的な場所だったな。よし、来年覚えてたらまたこっちの方来てみたいね。はい、というわけで帰りますわ。今日の自分の中のノルマ達成っすね。ウェーイウェーイ。いや、ノルマ達成っすね。海見て桜見てどんだけ幸せだよっていう話ですよね。いや、本当に今日はやっぱり出てよかった。もう朝の自分自身にカツ入れたいっすね。朝なんてもう、いや、やっぱりまだちょっと朝肌寒かったんで、いや、出ようかな、どうしようかな、あー、でも乗りたいなとか、なんかすごい思ってた自分にカツを入れたいっすね。今日シビオ乗ってよかったっすわ。去年5回ぐらいしか乗ってないから、今年はもうちょっと乗れるといいな。なシビオ、はい、びっくり、はい、びっくり。はい、というわけで今回はこの辺で一旦締めときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.